放送席、それではヒーローインタビューです。今日のヒーロー、ホームラン、そして逆転タイムリーを含みます3安打猛打賞、4打点の活躍、森野正彦選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まずは何よりあの逆転タイムリーなんですけれども、1点差を追いかけます7回2アウト満塁の場面でした。どんなお気持ちで放った一打ですか？もうとにかく自分で決めてやろうという、もうそれだけです。はい。まあ、今日はですね、最初の打席でのホームラン、あそこから乗っていけたかなと思うんですが、あの一発は振り返っていかがでしょう？そうですね、あの今日はとにかく積極的に行こうと思って、ストライクゾーンを絶対に逃さないように打っていこうっていうふうに決めてたんで、まあ、それでいい結果出たと思います。まあ、結果3安打猛打賞4打点という活躍なんですけれども、バッティング全体振り返って状態どうですか？そうですね、ちょっと打てない時期もあったんですけど、また少しずつ良くなってるんで、明日は試合ないですね。明後日もその次も打っていきたいと思います。ちなみに最後の打席、サイクルかかってたんですけれども、そのあたり意識としてはどうだったんでしょう？スリーベースはないんでね、はい、まあ、あまり気にせずに、まあ、一番情けないピッチャーゴロになってしまったんですけど、はい。まあ、しかしチームはですね、この大逆転劇で最終的には8点を取る攻撃でした。まあ、これチーム勢いに乗っていけるんじゃないですか？そうですね、ちょっとね、打線の方が点取れなかったんで、今日こうやってね、8点取れて、まあ、この次に行かせられればいいなと思います。では最後にファンの皆さんにメッセージお願いします。そうですね、次ロッテですけど、ちょっと交流戦調子いいみたいなんで、負けないように頑張りたいと思います。ありがとうございました。今日のヒーロー森野正彦選手でした。まさに今日のヒーローというか、まあ、一人舞台という攻めではそんなような印象もありました。この森野選手のインタビューをお聞きいただきました。8対4でドラゴンズが勝ったゲーム、それでは振り返ってみましょうか。